ちょっと二人とも恥ずかしいから静かにしてよ。だって雪だよ。テンション上がるにゃー。凛ちゃん、楽しいのはいいけど、今日のメインの目的は雪山トレーニングだからね。でも普通のゲレンデでよかった。海が地獄の雪山修行コースに行きたがった時はどうなることかと思ったよ。雪山登山合宿行きたかったです。まあウィンタースポーツもいろんな筋肉を使うし、トレーニングに最適だからね。そうそう、雪山合宿はまた今度のお楽しみってことで、今日はみんなでゲレンデを満喫しようよ。そうですね、せっかくみんなで来たのですから、私もたくさん楽しみます。うう、もう待ちきれないにゃ。早く滑りに行くにゃ。じゃあまずは初心者コースに行ってみましょうか。あのリフトに乗ればすぐ行けるみたいよ。 OK、 それじゃあ行こうか。うわー、近くで見るとリフトって思った以上に高いにゃー。リフトの上からならゲレンデが一望できそうですね。リフトから下にいる友達に手を振ってる子もいるね。すっごく楽しそう。それなら私たちもやってみようよ。3人ずつリフトに乗るのはどうかな。いいじゃない。それじゃあスキーチームとスノボチームに分かれましょう。僕もそれでいいよ。後でリナに写真を見せてあげたいし。じゃあスキーの方は僕とカリンと海だね。スノボチームはリンちゃんとヨウと私だね。よし、そうと決まれば早速リフト乗りに行こう。カナンさん、みんなの中で一番ワクワクしてるにゃ。え、本当？つい楽しみすぎて。それじゃあスノボチームから先にリフトに乗ってもらいましょうか。いいの？やった。それじゃあ言葉に甘えて行ってくるね。わかりますよカナン、やはり山は人を魅了しますよね。海ちゃんのはちょっと意味が違う気が。カナン、山について気になることがあれば遠慮なく聞いてくださいね。ありがとう海ちゃん。気になることがあったら海ちゃんに質問させてもらうね。それじゃあ行ってきます。カナンったらあんなに笑顔で手を振って、よっぽど楽しみだったんでしょうね。さて、それでは私たちスキーチームもリフトに乗りましょうか。うん。ミア、どうしたの？顔色が悪いわよ。もしかして、怖い？はぁ？そんなわけないじゃん。別にこのくらいの高さ余裕だし。あー、実は私高いところ苦手なのよね。リフトに乗るの急に怖くなってきたわ。私もこのまま乗るのは怖いですね。誰かに手を握ってもらえたら大丈夫だと思うのですが。ミア、よかったら真ん中に座って私たちの手を握っててくれませんか？仕方ないな。二人がそこまで言うなら僕が手を握っててあげるよ。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。 OK、 二人とも僕の手をしっかり握っててよ。ええ、カナンちゃんたちも待っているし乗りましょう。にゃにゃあ、リンちゃん滑るの上手だね。かっこいい。
ありがとう。でもヨウさんだってさっきビューンジャッて止まってすっごくかっこよかったにゃ。うんうん、あの止まり方私にも教えてよ。やってみたい。もちろん、みんなでやろう。あ、足が震えて。ミア、大丈夫？怪我はありませんか？いたたたたたた。大丈夫。ちょっと尻餅ついただけ。うん、難しい。フラフラするし、上手に止まれない。ミアちゃん、滑るときにもうちょっと膝を曲げて滑ってみたら安定すると思うにゃ。膝？こう？そうそう。それで止まるときは板のかかと側をゆっくり外側に開いてみて。わ、ゆっくり綺麗に止まれた。すごい。リン、Thanks。よかったにゃ。ねえリン、この先のコース一緒に滑ろうよ。うん、じゃあ、あの大きな木のところまで一緒に行くにゃ。 OK、 Ready、Go。 おお、ミアちゃん、リンちゃんのアドバイスで一気にコツをつかんだみたいだね。二人が仲良く滑ってるのを見てるとなんだか姉妹みたいで和むな。そうですね。それに二人から見習うべき点がいろいろわかるので自分が滑る時にも参考になります。なんだかこの感覚普段のレッスンの時に似ているかも。周りを見て気づくことって多いもんね。はい。それにしてもスキーって結構体力を使いますね。体力作りの一環として普段の練習に取り入れてみてもいいかもしれません。楽しく遊びながら体力もつけられるなんて最高だよ。今度ダイヤたちに提案してみようかな。いいね。アクアのみんなとも滑りたい。それにさ、スキー場でライブっていうのも楽しそうじゃない？スキーウェアもいろんなデザインがあるし。そうね。ほら、あそこでスノボーしている人のウェア、大胆な花柄で可愛いわ。本当だ。真っ白なゲレンデに入るな。真っ白な雪が自然のステージだなんて贅沢ですね。ただ、見に来てくれたみんな、じっとしてたら寒そうだよね。それじゃあ、寒さを吹き飛ばすくらい情熱的なライブにしなくっちゃね。リンもスキー場でライブしたいにゃ。あ、おかえり、リンちゃん、ミアちゃん。ただいま。っていうか、みんな本当に相変わらずだね。ゲレンデに来てもスクールアイドルの話してるだなんて。拍手。ミアちゃん寒い？寒いならリンが温めてあげるにゃ。ぎゅー。それなら私も加勢するであります。ぎゅー。二人ともずるい。私もハグしちゃおう。ニュー。ちょ、ストップストップ、苦しいから。体が冷えてきているのかもしれないわね。ずっと滑りっぱなしだったし、そろそろ休憩しましょう。だったら売店に行こうよ。さっきいいものを見つけたんだ。チョコレート、美味しい。ふにゃ。
寒いところで飲むと余計に美味しく感じるよね。はぁ、幸せ。このあったかさ、じんわり体中に染み渡るよ。この後もたくさん滑れそう。ねえねえ、この後リンやってみたいことがあるの。やってみたいこと？では第1回チーム対抗バトルを始めます。1回戦はスピード対決。先に下まで滑り降りた方の勝ちにゃ。スノボチームからはカナンさん、スキーチームからはカリンさん。ここは3年生同士、お互い負けられないね。ええ、勝って後輩ちゃんたちにいいところを見せないと。かりんちゃん、準備はいい？もちろん。それじゃあ行くわよ。よーい、スタート。お、かなんちゃんが一歩リード。そのまま行っちゃえ。カリン、まだ勝負は始まったばかりです。まだ追いつけますよ。ここは私もスピードアップよ。それ。わあ、カリン早い。どんどんカナンとの差が縮まってる。いけいけ。あ、カリンさんがカナンさんを追い抜いたにゃ。よし、このままゴール。やだ、スピードが。止まらないわ。カリンさん、スピードが出すぎちゃってコントロールできてないんじゃない？このままじゃ誰かにぶつかっちゃうかも。そんな。誰か助けて。カリンちゃん、ゆっくりかかと側の板を外に開いて。そうすれば止まるから。無理よ、コントロールできない。リンちゃんとミヤちゃんの滑りを思い出して。リンちゃんとミヤちゃんの滑りを見て止まるの上手くなったって言ってたじゃない。カリンちゃんならできる。私を信じて。わかったわ。よし、それじゃあゆっくり板を外側に開いて。ゆっくり外側に。できた。できたわ。あとはこのままゆっくり滑れば。ゴール。先に着いたのはカリンさん。カリンさんの勝利だにゃ。でも私はカナンちゃんに助けてもらったし。まあまあ、最初に下に降りた方が勝ちってルールなんだから、カリンちゃんの勝ちだよ。それにスノボチームには頼れる仲間があと2人もいるからね。2回戦はコブのある初心者コースで勝負よ。スキーチームからはミヤ、スノボチームからはリンちゃん。ここで僕が勝ってスキーチームが優勝だよ。絶対負けないにゃ。お互い気合十分みたいだね。勝負の行方が楽しみ。それじゃあ、よーい、スタート。いっくにゃー。それ。やはりリンは早いですね。コブをスイスイ避けて滑っています。でもミヤちゃんもすごいよ。丁寧に確実にコブを避けて進んでいってるし。にゃにゃにゃ。リンちゃんが転んじゃった。その間にミヤがリンちゃんを追い抜いたわ。まだまだだにゃ。絶対追いついてみせるにゃ。
郎の追い上げだ。ですが、もうミアはゴール寸前です。よし、このままゴールだ。このままコブを避けて進んだら勝てないにゃ。他にスピードアップできる方法は。そうだ、これなら。ビッグニャー。これでショートカットだにゃ。このままゴールまでビッグニャー。ゴール。2回戦はリンの勝ちです。うまくいってよかったにゃ。あんなのずるいよ。リン、もう一回やろう。次は絶対僕が勝つんだから。受けて立つにゃ。チーム戦が終わったらもう一度勝負しよう。これで一勝一敗だね。この勢いで優勝はスノボチームがもらっちゃうよ。それは私に勝ってから言ってください。最終決戦、こちらが絶対に勝ってみせます。おお、二人ともバチバチにゃ。それじゃあ早速3回戦のコースに行こうよ。リンちゃん、それがどうしたの。さっき係の人が言ってたんだけど、リフトが点検でしばらく全部止まっちゃうみたいなんだ。じゃあ最終決戦は。残念だけど諦めるしかないわね。リフトが動かないんじゃコース戦も行けないし。リフトはどれくらいで治りそうなのでしょうか。一応聞いてはみたんだけど、はっきりした時間までは言えないみたい。再開めどが立っていないのではどうしようもありませんね。リフトが動かないとしばらく滑れないし、どうしようか。ゲレンデでできる対決まだあるよ。リフト使えないのに何をするの。雪だるまだよ。滑れなくても雪はあるんだもん。だから雪だるま作ろう。最終決戦はどっちのチームが可愛い雪だるまを作れるかで勝負。みんなで作ったら絶対楽しいにゃ。なるほど、そういう勝負のつけ方もありだね。いいと思います。でしたらスノボチームはヨウがリーダーで、スキーチームは私をリーダーにしてそれぞれ作りませんか。いいね、楽しそう。雪だるま作りだなんて子供っぽいこと。まあやってもいいけどさ。じゃあ決まりね。時間になったらお互いの作った雪だるまを見せ合いましょう。それじゃあかわいい雪だるま対決スタートにゃー。ではでは、スノボチームはどんな雪だるまを作る。リン、猫さんの雪だるまがいいと思うにゃ。猫さんかわいいし。それいいね。生き物系で行くならイルカの雪だるまもかわいくていいんじゃないかな。あ、リンは気づいてしまったにゃ。かわいい猫さんとかわいいイルカさんを合体させたら最強のかわいい雪だるまができることに。それじゃあマーライオンみたいになっちゃうよ。まあマーライオンも可愛いけどね。でも可愛いもの同士を組み合わせるっていうアイディアはいいよね。あ、そうだね。え、こういう雪だるまを作るのはどうかな。あのね、すごくいいアイディアだと思う。可愛いと楽しいが一緒になったって感じ。その雪だるまならリン
とびっきり可愛いのを作れる自信あるにゃ。じゃあ決定だね。スキーチームがびっくりするくらい可愛い雪だるま、みんなで作っちゃおう。時間になりましたね。では作った雪だるまをお披露目しましょうか。うん、じゃあまずはスキーチームからにゃ。はい、私たちが作った雪だるまはこれです。テーマはスキー場ライブです。私たち6人がスキー場でライブをしているのをイメージして作りました。わー、かわいいにゃー。でしょでしょ、リンの雪だるまは僕が作ったんだよ。そうなの？嬉しいにゃー。ありがとう、ミヤちゃん。こだわって作ったから、もっと近くで見てよ。うん、後で絶対写真撮るにゃ。この子はようかな。表情とかもみんな違っててすごいね。ありがとう。表情は3人でこだわったところだから、褒めてもらえて嬉しいわ。海ちゃんはどうしてこのテーマにしたの？みんなでいつかスキー場でライブができたらという話をしましたよね。その時からずっと素敵だなと考えていたんです。いつか実現させようという思いを込めてこのテーマにしました。なるほど。考えることはみんな一緒だね。え？実は私たちも同じテーマで雪だるまを作ったんだ。え？ Really？ うん、だから海ちゃんからテーマを聞いたときはびっくりしたよ。チームに分かれても作ったものは同じということですね。でもよく考えたらさ、これってどっちが勝ちか誰が決めるの？まあ僕はどっちもいいと思うけど。じゃあどっちも優勝だにゃ。そうだ、せっかくだから雪だるまも一緒にライブさせてあげようよ。え、雪だるま移動させるの？重すぎて無理だってば。見て、リフトが動き出したよ。それじゃあスノボチームの雪だるまを見に行ったら、みんなで滑りに行くにゃ。今日はとことんみんなで雪を楽しんじゃおう。楽しむのもいいですが、トレーニングも忘れないでくださいよ。